西荻窪に住んでるんですが、家のすぐ近所のギャラリーで冬にニット展だったかな、グループ展があって、その時に作品を 2点だけなんですけれども出して、で期間中にギャラリーの方から電話が来て、馬が可愛らしい馬を出してたんですけれども、その馬欲しいって言ってくださってる方が今来ていて、よかったらお話しされますかっていうことで、電話越しに最初園田さんとお話ししたんですけれども、でもう歩いてすぐのところに住んでるから、あ、じゃあ今から会いに行きますって言ってギャラリーに行って、で最初はその馬の話とかフェルトはこんな風にとかそんな話してたんですけれども、その馬から どういうつながりだったかわからないんですけど、私舞踏をやってるんですって話になって、あ、私好きでよく見に行ってた時期があるんですよ、じゃあ福岡出身なんです、じゃあ何々さん知ってますか、知ってる知ってるって稽古で一緒にしたことがありますとか、そんな話になって、また今日はアルバイトがあるけど、またぜひ会ってもっとゆっくり話しましょうってことになりました。で彼女の家に行っていろいろ喋っていて、その時からに魔女会のこう以前やったチラシとか見せていただいたんですけれども、ゆりさんの作った作品なんかすごく魔女会に似合う、イメージが合うような気がする、うん、よかったらお誘いしたいなって、なんかすごくそんな気がするんだって言っていただいて、2年前と3年前と2つチラシ見せていただいて、少し話聞いていて、森の中の話だって聞いて、森の中に出てくるいろんなものがキーワードになっているっていうふうに聞いて、私今まで作っていたものが、以前北海道のかなり田舎に住んでいた時期がありますので、牧場の中で離農した農家の空き家を借りて、もう窓からいつでもポニーが見れるっていう状態で、そんな中で馬は触発されて馬作っていたりとかあって、それでその馬とかを使って、まあ、ただ見せるだけではって人形劇をやったりとか、そういったこともあったので、私にとっても森をキーワードにしてその作ったものを見せるっていうのをずっと、今はまた少し違うんですけれども、30代になる頃すごくやっていた時期があったので、今日すごく興味を持って、その後確かストーリーも送っていただいたんだけど、はい、話が そんなんで中島さんの方からお願いいただいて、何か自分のやってきたこととうまくクロスできるような気がして、参加したいと思いました。ありがとうございます。大体6日間が一つの会期で、自分が作ったものを絵本の中のような形でディスプレイして見ていただく、お客さんがその絵本、まるで絵本の中に入り込んだような空間の中に入ってきてもらうっていうのをいうふうに、そんなふうにしたくてディスプレイに凝って展示してたんですけれども、だんだんそういった形だけじゃ物足りなくなってきて、せっかく6日間あるなら、例えば土曜日と日曜日に15分ぐらいって時間を決めて、さらに音楽もついて明かりもつけて、自分自身も人形芝居というよりは人形を使った無言劇のようなものなんですけれども、そういった形でこうさらに空間の中に時間が過ぎていくっていうのも加えて見ていただきたいって思って、もう芝居もやったことないし、人形を動かすっていうことももう全然全く自己流で始めたんですけれども、好きな音楽 CD いっぱい聴いてつないで15分ぐらいの形で、一番最初に作った作品が草冠っていうタイトルで、それは花が主人公で、
こう花のつぼみから蝶がやってきて花が開いてこう大輪の花になった人形が頭にこんな大きい大輪の花をつけて踊ってその後枯れていって花びらは一枚ずつ落ちていって全部白髪になってしまってゆっくり倒れていくでもその白髪がいっぱい飛んでいった後に新しい芽があっちこっちに生えていくっていうただそれだけを好きな音楽つないでやったんですけどすごく面白そうですすごく自分でもあこういうことやりたかったんだなってすごく思ってあとやっぱ来てくださったお客さんとも それまで以上に終わった後で もっと違う会話ができるでお客さんともその時間を一緒に共有してるっていうのがものすごく自分嬉しくってそれまでの展示だったら作ったものを見てもらうだから私がその前に作ってきた時間をお客さんに追体験してもらうっていうことでしかなかったのがもう追体験じゃなくてその時間は一緒に過ごしているものでこうそこに場所があってその時来たいろんな顔ぶれの人たちがいて自分がいてその15分は今しか生まれない時間だっていう形で一緒に味わえたってことがものすごく嬉しかったんですね。で、なんかそれで病みつきになって、こう展覧会やったら必ず土曜日曜はその14、15分の形で見てもらうっていう結局レパートリー確か4つぐらいは作ったんですけど、それでいろんな場所でその都度場所が変わるたびに見え方とかいろんなことを工夫してやっていくっていうのがまあ本当面白くて。そういうことをやっていましたすごいライブですねあ、はい、うん、その時々で変わっていくんですけどその場所にすごく影響されるので北海道の田舎に住んでいた頃は牧場の中に住んでいたからその頃よく作ってたのはおとぎ話の中に出てくるような馬であったり小鳥であったりこうキノコとかそういったものもなんか植物が擬人化されたようなそういった形のものあと季節の変化に対してすごく敏感になったのであ秋の何々とか春になる直前の何々っていうふうなそういったことが自分の中で作りたい衝動になってたんですけどただ東京に来てからはまたどんどん変わっていって今はどちらかといえば擬人化という形を超えてしまって動物と植物の間のような形をしたオブジェになっていったんですけどそれも最近はちょっと変わってずっと柔らかい素材ばかり扱っていたのでなんかすごく硬い素材を扱ってみたくなって金属とか金属板とかワイヤーとか使ってちょっと今は違う方向に行ってるんですけれども、まだ多分変わっていくちょっと今はなんかすごく過渡期にあってうまく言えないんですけど楽器を始めたこともあってすごくライブとか行くのも好きなんで音って何だろう音楽というよりも音そのものに興味があるので音が生まれるその最初のきっかけって何だろうみたいな ところが衝動になって音は目に見えないものですけどそう私はずっと目に見えるものを作ってきていたのでそれが何かうまく折り合う瞬間のようなものが多分瞬間でしか来ないと思うんだけどそれは ある瞬間針と針がピッピキッみたいな一瞬でも音と空間と 目の前に本当にあるものとあと人の動きだったりそんなのがクロスできるようななんかそういうものづくりで やれたらいいなでしかないんだ面白いですね聞いた音とかが何かの形に目の前に現れる、ね、この瞬間が欲しいなと思って面白いですね